大道肥料株式会社は、かつて、福井県越前市に存在した化学メーカーである。大道電力のカーバイド工業部門を分割して1921年に設立。フェロアロイの製造も手掛けるようになったことから1938年以降は、社名を大道化学工業株式会社と改めた。太平洋戦争中の1945年に、 新越化学工業へと合併され、工場は同社の竹尾工場となった。初代社長、山本城太郎大道肥料株式会社は、1921年11月17日、電力会社の大道電力により、福井県南城郡竹尾町に位置する同社、竹尾工場の現物出資をもって設立された。この大道肥料竹尾工場は、元は、 北陸電化という会社により建設されたものである。北陸電化は1917年8月に設立。くずり川における水力発電所建設とその電力による電気化学工業の企業が設立目的であった。校舎は具体的には電力によって炭化カルシウムを製造し、それを石灰窒素とした上で肥料として利用される硫酸アンモニウムを製造する。 というものである。第一次世界大戦勃発による輸入途絶に伴う流安価格高騰が設立の背景にあった。1919年6月に九ず流川の最小、原発電所が運転を開始し、竹尾工場への送電が開始された。その後北陸電化は1920年1月に日本水力へと吸収され、翌1921年2月には、 日本水力も合併で、大道電力となった。この大道電力では、経済界の変動に強く影響される、二重事業を分離して本業である、電力事業の収益を確保するという方針を打ち出し、日本水力から引き継いだ、竹尾工場を分離、大道肥料を設立した。大道肥料の資本金は300万円。大道電力から現物出資された竹尾工場の設備その他、 所属財産を247万8000円にて、引き継ぎ、その対価として、大道電力に42円、払い込み株式5万9000株を交付している。初代社長は、山本城太郎である。なお、大道肥料設立と同日、同様の理由にて、旧基礎電気製鉄の製鉄事業が、大道電力より分割され、大道成功が設立されている。 1920年代後半になると、大動肥料は、アンモニア合成部門への進出を図った。ドイツのフリードリヒウーデが、低圧、低温による、アンモニア合成法を開発したのを受けて、社長の山本丈太郎は、ウーデ法の特許買収交渉に着手。1928年6月には、常務の山崎伝七が、ドイツまで派遣され調査、交渉に当たった。その後、 大道肥料と、当時山本が社長を務めた南満州鉄道、それに、昭和肥料の三者共同で、ウーデ法の特許を買収することが決まり、翌1929年6月に契約締結に至った。しかし1931年10月、ウーデ法特許の大道肥料共有権は、矢作水力に買収され、同社参加の矢作工業の工場建設に転用された。 したがって、大動肥料のアンモニア合成部門進出は実現しなかった。1938年9月時点で、工場設備は5 0 0 0ット抵抗炉2台、1 0 0 0ットアークロ5台、3 0 0 0ットアークロ1台であった。この時点では、創業開始以来のカーバイド、石灰窒素、硫安などの製造に加え、フェロシリコン、フェロマンガンなどフェロアロイの製造も手掛けていた。 日中戦争下にあって、フェロアロイの製造が拡大した結果、肥料会社という社名が、実態に沿わなくなったことから、同年十一月二十五日の株主総会にて、社名を、大道肥料から、大道化学工業株式会社へと変更した。九百三十九年四月、大道電力は、国策電力会社に本発送電にへ全資産を、移上して解散した。その中には、 大道科学工業の株式49,850株も含まれる。その後大道科学工業の株式は1942年2月より日本初送電産科の発送電工業にわたり、同年8月には三谷野平ら福井県の財界人が取得する。さらに翌1943年5月には、 全5万株のうち4万2500株を1株あたり95円50銭の価格で価格メーカー日本合成化学工業が買収した。日本合成化学工業による大動化学工業の子会社化は大動が製造するカーバイドを原料に軍需向けのアセチレン系誘導品の生産を行う狙いからであった。日本合成化学工業の参加に入った 大道化学工業であるが、1944年になると同社ではなく、新越化学工業との関係が深まった。新越化学工業は、長野県の電力会社品野電気などの出資により1926年に設立。当初は、カーバイド、石灰窒素の製造を事業主体としたが、1939年から順次、フェロアロイ製造や、 マグネシウムマンガン精錬など軍需産業に乗り出していた。太平洋戦争末期の1944年秋になると軍需省より新越化学工業、大動化学工業両社に対しフェロアロイ製造と自家用に製造していた炭素電極について提携するよう命令が出された。具体的には大動化学工業は新越化学工業に対しフェロアロイ。 炭素電極の生産設備を対応し、その技術指導を受けること、という内容であった。軍事省の命令に対し大同科学工業側は、非協力的であったといい、新越科学工業は提携ではなく、全面的な経営移管を求めたという。新越側の要請により、軍事大臣は1945年3月27日付で、企業整備令に基づく両者の合併命令を発する。 同年4月25日には合併契約書締結に進み5月1日付で新越化学工業は大同化学工業を吸収合併した合併比率は軍需省の指示で1対1の対等合併とされたが合併をめぐり日本合成化学工業は反対運動を展開したため大同化学工業側の株主総会で合併契約が可決されたのは合併成立よりも 遅い5月31日のことであった。合併に伴い大道化学工業の工場は、新越化学工業竹尾工場となった。竹尾工場では1970年から翌年にかけて、カーバイド、石灰窒素の生産が停止されているが、1960年代以降は、レアアースレアアースマグネットの製造拠点として位置、続けられている。ありがとうございます。